ゴージェービアティンのコーナーです。今日はチーム在籍4年目の寺田雅文選手とビアティン三重のエースストライカーフォワードの田村翔太選手にご出演いただきます。お二人ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてビアティン三重トータルアドバイザーを務める樋口志郎さんとともにコーナー進めていきます。樋口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今シーズンも残すところあと3試合ということになりました。そしてこの時期になると監督や選手の来季の動向が気になってくるわけですけれども、クラブからフォワードの酒井翔吾選手と佐藤浩一選手が今シーズンをもって引退することが発表されました。樋口さん、2人ともクラブへのその貢献非常に大きかったですよね。そうですね、選手としてはもちろんですけどね、やっぱりそのベテラン選手としてチームをまとめていくっていう部分でも非常に大きな影響を与えてくれたと思いますね、うん、こうした引退していく選手たちの思いも背負って夢の J を目指して戦い続けるビアティン三重ということになります。そして今日樋口康弘監督と来シーズンの契約を更新したことが発表されました。ではおとといの試合を振り返る前に10月29日時点の順位表を見ていきたいと思います。2位の奈良が新宿に勝利し勝ち点を52に伸ばしました。ビアティンが残り4試合を全勝し奈良と大阪が全敗したとしても3位大阪の勝ち点51には届きません。リーグ4位以内かつ J リーグ100年構想クラブ上位2チームというJリーグ昇格の条件をクリアすることができず、残念ながら今シーズンのJリーグ昇格の可能性はビアティン三重消滅となりました。しかし一昨日のホームゲームでは選手たちが来シーズンにつながる戦いを見せてくれました。試合当日スタジアムを歩き回る一人の男性、ビアティン三重の元選手藤巻翔吾さん。今年クラブコミュニケーターに就任し、クラブの活動にさまざまな形で協力参加し、クラブとサポーター地域の皆さんとコミュニケーションを図り、クラブの発展のためにサポートしています。活躍している部分ずっと見てきた選手だったので、こうやって一緒になんかこうチームのために やれてるとかすごく嬉しくて、で結構ボランティア思いなところもあって、本当マッキー藤巻くんが関わってくれてることにすごく嬉しく感じてます。ビアティンのスクール生から始まって、でビアティンのいろんなイベントにもこう参加してくれてね、で今ではね、今小学6年生か6年生でボランティアスタッフとしてもね活躍してくれてるんですよ。でもう本当にこうビアティンのことであればもう何でも多分僕よりも詳しいんじゃないかなっていうぐらい、こう選手の情報を、ね、素早くこうキャッチして教えてくれるんで、ビアティンと地域の関わりが増えていくことで東院町から世界へ行けるように頑張っていきたいと思います。ええー、こと言ったやん、東院町から世界、うん、寂しいですね。高井君の上りがもう見れないって思うと、もう残り2試合ですもんね。そうですね、本当に10年ビアティンにいるんでちょっと涙しそうですよね。今日は出ないですかねっていうのをこうやって見ながら、そして試合の運営をサポートする高校生たちのもとへ。今日はね、せっかくお手伝いしてくれるんだったら何かこう選手から学べるもの、もしくはこの雰囲気から学べるものがあれば、持って帰ってください。ぜひ今日はよろしくお願いします。キックオフの3時間前、何やらメイクをする藤巻クラブコミュニケーターの姿が。ディズニー映画アラジンに登場するキャラクタージーニーに仮装。試合会場ではハロウィンに合わせたイベントが開かれ、チアリーダーズのメンバーも仮装し盛り上がりを見せていました。
皆さんこんにちは。ビアティン三重コミュニケーターランプの魔人ことフジーリーです。皆さんハッピーハロウィン、どうだエブリバーディー。今日はハッピーハロウィンということで仮装してお送りしていきたいと思います。ビアティンの YouTube 公式チャンネルではホームゲームを生配信。藤巻さんは資料を自分でまとめて毎試合一人で実況と解説をしています。さあ今前半がキックオフされました。第24回日本フットボールリーグ第27節。ビアティンは前半4分、川中選手のスルーパスに寺尾選手が抜け出すもシュートを打てません。徐々に相手に押し込まれ始めた前半15分。ん、危ない、どうだ、2対1になってる、出したくない、どうだ、うわーっと決められてしまいました。コーチに先制されます。追いつきたいビアティンは前半28分、藤沢選手がサイドを駆け上がり川中選手へ抜け出した。沢選手のシュートは惜しくもゴールとはなりません。今日はこの8番の沢選手効いてますね。沢選手独特のこのリズムというかボールタッチで相手をいなしてリズム作ってます。すると前半44分でした。仕掛ける、右足で低いボール、真ん中触った、どうだ、オフサイドはありません。田村選手が今シーズン12ゴール目を決め同点とします。前半を1対1で折り返し、後半の開始早々からゴールへ向かう姿勢を見せます。いいディフェンスです。さあ奪った、フリーになっている田村、中には川中、そうで、どうだ、あーっと、後半6分、川中選手が合わせるもわずかにゴールを外れます。追加点が生まれたのは後半20分でした。川中、そしてもう一度間の中にはフリーになっている寺尾健介、どうする、ナイス、しっかりと決めてきました。35番寺尾健介、素晴らしいパスワークで完全に崩しました。ビアティンに見事なゴールでした。ビアティンは後半40分に大竹選手がペナルティーキックを決め、高知ユナイテッド SC に3対1で逆転勝利しました。まあ、先制されましたけど、逆転ということでいい試合でしたね。非常にいい試合でしたね。今日は実況とか解説していて本当に楽しくさせてもらいました。僕の、まあ、与えられた役割というのが、クラブとこうサポーター、ファン、そして地域パートナーをつなぐっていうところなので、まあ、それが今回こう、まあ、YouTube でもこういうふうにつなげますし、まあ、この今日のこう仮装もその一つだと思ってますので、まあ、いろんなことにチャレンジしながらこう地域を盛り上げていければいいかなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた何万年後かにお会いしましょう。しはい、ということでビアティン三重も勝って、そしてフッジーニーも大活躍ということになりました。寺田さん、はい、フッジーニーいかがでしたか？とても似合ってましたね。え、はい、やっぱり寺田さんから見てもそのフッジーニーの活躍っていうのは何かこうプレーとかチームとかにいい影響出るなって思いますか？そうですね、ビアティンのために盛り上げようってしてくれてるので、僕らが刺激を受けますね。相当クオリティ高かったですよね。はい、藤巻さんにできないコスプレだと思います。田村さんはいかがでしたか？バスでスタジアムに入る際に、はい、フッジーニーの格好でお出迎えしてくださって、はい、もうバスの中でみんな笑ってました。でもそういうところからやっぱりチームの田村さんモチベーションが上がったりもするんですよね。そうですね、もうそこでバスから降りる前にちょっとテンション上がってみんなで笑いながらいい雰囲気で試合に臨めてます。あと田村さん、その藤巻さんのフッジーニーの実況解説、はい、素人レベルじゃないですよね。そうですね、選手も
いつも試合の映像を見返すときに YouTube で藤巻さんの配信で確認してる選手もいると思うんですけど、はい、いろんな細かい情報とかも入ってくるんですごく楽しいです。すごいですよね。あれ一人喋りでずっとフルタイム喋ってるっていうのが本当すごいなと思いますけれども、樋口さん、まあ、選手として引退した後もこうやってクラブに貢献している藤巻さん、フッチーニいかがですか？そうですね、彼はやっぱビアティンのレジェンドですのでね、はい、やっぱりこう貢献してきてくれた選手が、うん、地域とつないでくれてるっていう、まあ、本当にこう素晴らしいことだと思いますし、はい、やっぱフッチーニは藤巻くんしかできない人間性の豊かさが出てますね。本当にもうものすごく大事なポジションですよね。クラブコミュニケーターしかできないでしょ。ね、はい、素晴らしい役割を担ってくださっている藤巻さんですけれども、寺田選手、改めてこう試合の話ですけれども、気持ちのこもったプレー見られましたが、この試合どんな気持ちで臨んでいたんでしょうか？そうですね、前節自分のマークに失点して負けてしまったので、うん、目の前の相手に負けない気持ちで挑みました。田村選手は前半44分の同点ゴール、まあ、それこそフッチーニも実況してくれていたわけですけれども、振り返っていかがですか？そうですね、本当に藤沢選手がいいボールを供給してくれて、はい、でその手前に川中選手も、僕をフリーにしてくれる動きをしてくださったので、はい、まあ、2人に感謝したいなと思います。まあ、樋口さん、このあたりはもう完全に崩しきってますよね。そうですね、きちっとクロスに対して1人ニアで潰れて、はい、でフォアの選手がフリーになっていると、非常にいい得点だったと思いますね。はい、ストライカー田村翔太選手の見事なゴールということになります。寺田選手、はい、ただこの一戦に向けては、まあ、なかなかこうチームとしてもモチベーション難しかったところもあるのかなと想像するんですけれども、正直なところどうだったんですか？いや、そんなことはないですよ。昇格できなくてとても悔しいですが、目の前の一試合一試合に勝利を信じて戦ってたので、まあ、練習からモチベーション高くやれてたと思います。その中で逆転勝利を得たということになるわけですが、この先にもつながっていきそうですね、寺田さん。そうですね、逆転できたことはとても大きいですし、残り3試合につながる戦いになったと思います。そうですね、見事勝利したビアティン・ニエ、そしてフッチーニも大活躍でした。さて、ホームゲーム残り1試合となりました。リーグ最終戦は11月20日日曜日、ホームの朝日ガスエナジー東インスタジアムで愛知県の FC マリアス岡崎と対戦します。引退を発表した酒井翔吾選手、そして佐藤浩一選手の出場にも注目ということになります。では最後に寺田選手、田村選手、テレビをご覧の皆さんにメッセージいただきたいと思います。まずは寺田選手から。いつも応援ありがとうございます。昇格できない状況の中で、たくさんの方が応援に来てくれて本当に感謝しかありません。残り3試合、自分たちの進化を問われる戦いになると思います。1試合1試合勝利を信じてベストを尽くしたいと思います。最後まで一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて田村選手お願いします。もう引退を発表された2人と一緒にサッカーできるのが残り3週間なので、うん、その中でも楽しみながらしっかりホームで最終節なので勝利で終われるように、いつもと変わらぬ熱いサポートをよろしくお願いします。ありがとうございます。改めて今日は寺田雅文選手、そして田村翔太選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。